9頭ゲートインが終わりましたスタートしましたまずは1コーナーを目指します4番鎌倉バッフが促しています先頭に立ちます追って5番ムゲーテスペランサ内は3番サートノジール6番ミアネーロそして9番ツルマウカタチ後位の外目7番マーシャルポイントは今中段です9頭が1コーナーをカーブしました 先手は4番の鎌倉幕府ですリードを1馬身とって12コーナー中間5番、ムゲーテ・スペランサが2番手2コーナーのカーブに差し掛かります2馬身その3番手ジョッキーを抑えながら3番、里のジール9番、鶴舞香たちが4番手これに接近6番、ミア・ネーロが単独4番手に上がって向こう上面に入りました。3橋 1>, 1番のコスモ・レオナルドそして7番、マーシャル・ポイントここは先頭までは8馬身あと8番、テイキット・イージー今、最後方は2番のサクラ・サルーテです前半半マイル50秒少し切るぐらいで通過しています向正面、中ほど4番、鎌倉幕府のペースですリードは4分の3ぐらい 5番、ムゲーテ・スペランサが2番手6番、ミアネーロ、外3番手800を切ります 1000m、1000 1分2秒8と計測体半分差、うち4番手が3番、サトノジールですその後と3馬身と馬群が切れました9番、マウカたちジョッキーを促しています1番、コスモレオナルド7番、マーシャル・ポイント今後方3頭目からこれもジョッキーを押して上がっていく後ろ2頭は8番、テイキット・イージーと2番、サクラ・サルーテです 9 4コーナーカーブここで6番ミアネーロが先頭に変わるか400を切りました内は鎌倉幕府4コーナーカーブから直線3番手から外7番のマーシャルポイント9番つるまう形が追っている外からはさらに外は1番のコスモ・レオナルド1番外は2番のサクラ・サルウテ200を切って坂を上ってくるミアネーロ7番のマーシャルポイント内へ入って9番つるまう形さあ先頭は6番のミアネーロ振り切るかつるまう形マーシャルポイント2着争いミアネーロ先頭でゴールデビュー勝ちは6番ミアネーロ